皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。今日は、言葉の語源、由来について少しお話ししましょう。何気に使っている言葉、意外な由来があったり、 もしくは、勘違いしていたかもしれないですね。美人な人、綺麗な人を指す言葉として、別品という言葉がありますね。別品という言葉は、もともと、京都の言葉で、別の品物、特別な品物を指す言葉で、漢字で書くと別品です。これが、優れた人を指す言葉として使われるようになり、別品という漢字が当てられました。金とは、中国の言葉で、 皇帝の側室、宮帝の女官という意味です。特別な品物を指す別品が、綺麗な人を指す言葉となり、高貴な女性という意味で別品となったわけですね。ちなみに、ノーメイク、化粧をしていない状態をすっぴんと言いますよね。漢字で書くとすっぴんとなります。諸説はありますが、すっぴんは、ノーメイク、化粧をしていないという意味と、つでも、別品という意味であるという説があります。 もし、すでも別品という意味であれば、私すっぴんだから、なんて言いづらいですね。窓口に問い合わせても、別の部署、別の担当と、たらい回しにされるとか、搬送中、医療機関が受け入れを拒否し、救急隊員が搬送先を探し回る場合にも使われる言葉ですね。この言葉の意味を、たらいのように回されるというように、勘違いされている方も多いそうです。 確かに、たらいを回すことから来ている言葉なんですが、回されるたらいの立場ではなく、たらいを回す側の立場から来た言葉です。たらい回すとは、たらいを足で回す曲芸ですね。曲芸師が仰向けに寝て、足でたらいを回し、次の人へ、次の人へと渡していく曲芸です。その様子が転じて、物事を、次から次へと回していく。面倒な案件を次に送る。 責任転嫁するなどという意味で使われるようになったそうです。先日した通り、この言葉は、回されるたらいの立場ではなく、たらいを回す人の立場から来ている言葉です。つまり、患者側が、病院をたらい回しにされたという使い方は少し違い、本来は、病院側が、患者をたらい回しにしたという使い方になりますね。皆様、いかがでしたでしょうか すっぴんとは、諸説あるが、素でも別品という意味である。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。